どうも、占い師のゲッターズです。アシスタントの億万です。さあ、本日のご相談は、兵庫県20代後半女性、イクさん。はい、ありがとうございます。今年1月に飲み会で出会った彼に片思いしています。お飲み会翌日から毎日 LINE をしたり、暇な時には電話に付き合ってくれたり、仲はいい方だと思います、うん、ご飯にも誘ってもらえてご飯にも行きます。あら、うん、いいですね。私は彼のことが好きですが、彼はもともとマメで優しく面倒見がいいので、私に対する行動は他の方に対する行動と同じだと思います、うん、彼自身年上が好きで、年下とはお付き合いしたことがないと話していました。私自身彼に好きになってもらえるような女性ではありません。意地悪したくなるキャラで、ほんま甘え子と言われていて、完全に年下の子と認識されています。私が彼とお付き合いできる可能性はやっぱり低いのでしょうか。どうでしょうか。はい、はい、お二人を占いまして、はい、彼でも真面目なところと情に弱いところ、うん、とにかく明るい子。あー、でも言ってね、巨乳が好きなのね。出た、巨乳好きの星。巨乳だったらチャンスあるけど、巨乳じゃなかったら、まあでもイクさんちょっと太りや、ちょっとポチャッとしやすいところあるので、はい、そこそこでもな、なんすか、ポチャッとしてると別におっぱいにお肉がついてないやついるもんね。デブの A カップみたいなもん。それよくない、ぽっちゃりの A カップって言ってください。デブ飯田さん、そんなデブの、嘘みたいな、デブの、その体で、いやいや、まあ B カップギリみたいな、いるよね。まあ太ってる、まあね、太ってる方いらっしゃいます。それが好きな人もいるからね、うん、そういう方がね、うん、巨乳好きなんですか彼は。おっぱい大好きです。おっぱいしか見てないです。おっぱいしか見てないの、うん、やべえな。じゃ全然顔見てないんだ、うん、顔関係ないです。おっぱいです。顔関係ないの。そういう人いるよ。おっぱいさ動くからビーみたいな。本当ですか。いるいるいる、めちゃくちゃいるよ。巨乳だったら付き合うけど、巨乳じゃないと付き合わないって言うよ。すげえな。いるいる、たくさんいるよ男で。巨乳じゃないと付き合わない、うん、まあでも年上好きですって言ったも言ってんでしょ彼が、はい、そういうやつほど巨乳好き多いからね。なんで、その甘えたい、うん、多分そういうこと。そうか、おっぱいが好きみたいな。そうそうそう、子供幼稚なところがある。ああ、なるほど。相性を見まして、はい、お互い真面目だっていう部分は悪くはないです。そのイクさんが明るく接しられてるんだったらうまくいく可能性はあると思いますが、ただ彼でも今運気が強いので、彼に主導権を持ってしまってる、まあ、そっちの運強い方が決める権利があるので、うん、今年に進むと遊びで終わると思います。まだみんな若いから遊びで、一旦遊びで、うん、一旦遊ぶのは全然悪くないと思うので、はい、仲良くして飛び込めば、はい、とにかく、ここは楽しくて相手を褒めてまめにやっていけばすぐ落ちるので、うん、やると思います、うん、頑張ってください、はい。あ、ただあれ、結婚はないですよ。結婚はない。それ相性じゃないので、恋愛と割り切ってください。ほら、こっちが遊べばいいんだ。そう、こっちが遊べ。以上、ゲットでした。奥間でした。